笹の雪は、東京都台東区根岸二丁目にある、豆腐料理の店舗である。1691年に、初代、玉屋中兵衛が、上野の臨王寺の宮と言われる、第111代、五歳天皇の、第六王子、神戸法神皇のお供をして慶より江戸に移り、根岸神殿で、絹ごし豆腐を作り料理屋を開いたのが始まり。江戸で初めてできた絹ごし豆腐を神皇に、 献上したところ、景を懐かしみ、笹の上に積もりし雪のごとき、美しさを予想されたので、屋号を笹の雪と名付けた。笹の雪では、豆腐のことを豆腐と書いて、豆腐と記している。その由来は、80年ほど前の9代目、当主、奥村拓地が、料理店に、腐るという字は、ふさわしくない、という理由で、豆腐と記すようになった。豆腐は、 その当時の井戸水とにいがりを使用した昔ながらの製法である。使用する井戸水は数百年をかけて武蔵野から到達する妙を地下80メートルから採水している。豆腐料理の笹の雪原独年間に京都宮宅出入りの豆腐職人だった玉谷中兵衛が江戸で初めて絹ごし豆腐を作り、おと川のほとり、ネ市の里に豆腐茶屋を開いたのが始まり。 笹の雪の野号は、林王寺宮が、笹に積もる、雪のように白くて柔らかいと称賛したことにちなむ。箸、二つに重ねた、ワン、ワンに盛られた、あんかけ豆腐の絵あり。ネギ神殿二軒茶焼き残し午前笹の雪生中と、記された広告が書き写されている。清水春花町、東京名物百人一首明治四十年八月、豆腐料理の笹の雪より、抜粋。 皆月屋根岸良識笹野幸、正岡式が明治三十年に笹野幸を読んだ句で、正岡式や夏目漱石を、はじめ多くの文人歌人も訪れた。ありがとうございます。